こんにちは田中美です、えー、私ですね、えー、フリーランスで構成、えー、作家、えー、リサーチャー,、えー、翻訳、ライターなどをやらせていただいているんですけれども、えー、このチャンネルでは私が普段目にしたニュースであるとか、えー、日々の生活の中から思ったことを語っていくという趣旨でやらせていただいているんですけれども、本日はですね、あの政治と個人の幸せの追求について、ちょっと抽象的な トピックなんですけれども、語らせていただきたいなと思っています。まあ、あの柴茂さんが金曜日。九月二十七日、二千二十四年九月二十七日に自民党の新総裁になられまして。まあ、X とかでは、まあ、ユーチューブでもそうなんですけれども。まあ、人によっては阿鼻共感というような。 様相、えー、を呈しているっていうところもありましてまあ一方、えー、安全保障の面とか、えー、今までにないことを言ってくださっているっていうような面ですごく期待している方々もいらっしゃいますよね。ということで、えー、まあどなたが新捜査になられたとしても、えー、反応は人それぞれだと思うんですけれども何ていうかちょっと疑問に思うのが。 この人になったから、えー、日本は終わるであるとか、えー、自分たちの幸せな生活が奪われていくとかこれからもずっと不幸だとかよくというかまあネット上とかで <laughs> 目にするんですけどまあ これを言ってしまうと、まあ、メディア人として、まあ、僕はあのテレビ業界で働いてるんでメディア人としてっていう、あのーまあえー、これを言うのはどうなんだっていう意見もあるかもしれないんですがあのというのは結構め、えー、マスコミって結構、まあ、テレビも、えー、雑誌も、えー、インターネットもそうなんですけどもどんなメディアもあの結構まあ 病、えー、率とか、えー、オーディエンス、えー、視聴率を稼ぐために結構煽ったりするっていうこと結構あるんで正直、えー、特定方向にこう、えー、報道したりとかって絶対あるからまあどうなんだっていう意見もあるかもしれないんですけれどもあまりその,この特にこと日本において政治がかなり変化したからといって そこに個人の幸せ不幸せっていうのが直結してダイレクトに影響があるかっていうとそれはまあある人もいると思います結構。ある人も多いと思います。例えば投資家さんってあの結構その政治の動向によってすごく左右されるんでそれはそうなんですけれどもまあ全体で考えたときに 一個人の人生にそこまで影響があるかっていうとあんんまりない気がするんでするでよねごめんなさい僕がそう思ってるだけかもしんないんですけれどもなんというかそのまあ正直な話自己責任論をもっと採用した方がいいんじゃないかと思って生きていく上で。 まあ、もちろん皆さん採用されていらっしゃるとは思うんですけれども、まあ、政治って自分ではどうしようもコントロールできない部分ってあると思うんで一個人が、えー。そうなった時にやっぱりその頼りになるのは自分のファンあよく株式投資の用語でファンダメンタルズっていうんですけれどもその企業のファンダメンタルズでも実力みたいなことなんですけれども、まあ、自分のファンダメンタルズを もっと信用するというかそこをもっと上げていくっていうような発想があった方がいいかなと思うんです、あのー、まあ幸い日本って今のところはですけれども移民も少ないですしまあ移民がいるからといって一概にその治安が悪くなるかどうかっていうのはあんまり、えーまあえー、どこまで影響があるかってまだ3つ目なんですけれども。 あのまあ世界を見てると結構治安が悪化しているところもあるっていうようなところは聞いていてえまあでまあ例えば米国とかだったら大統領が変わっただけですごい個人生活に影響があるって話を聞いたことがあるんですけれども幸い日本はえもうそういう面は少ないしまあ民主党自体もえあまり 直接的な影響を受けたって人ってマジョリティえ全体で考えればそんなに多くないんじゃないかなって僕自身は思うんですね。まあ僕が若かったのもあるんですけれども当時20代でそんなに <laughs> 僕の生活が変わったとかそういったことは、えー、なかったですし、あのー、まあ かといって自民党がその後制限取られても僕の生活はそんなに変わることはなかったですしむしろその自分とクライアントとの直接的な関係というか仕事の入り具合というのがもっと大きく関係したんで自分個人の幸せとか不幸せとか収入とかそういった面には。なのでまあもちろん えー、負担が増えたりとか減ったりとか、えーまあ、月々の負担が増えたり減ったりとかっていうのはやっぱりいろいろあるとは思うんですけれども<な>日本においてそこまで個人の生活に影響を誰がし総理大臣になられたとかどの党が政権になったからといって変わるかっていうともう長い目で見れば変わっていくかもしれないですけれどもそのすぐ短期的に。 えー、バーンと変わるっていうようなことは、えー、そんなにないと思うしもし、まあ、そうなったとしてもどうなってもいいように個人として力をつけていく繰り返しになっちゃうんですけれどもそういう姿勢がすごい特にその、まあ、資本主義民主主義の国だ,とだったら大事なんじゃないかなと <laughs> 思っていますしむしろそういう、えー、資本主義体制民主主義体制の国だからこそそれができる。 環境が整っていると思うまあどんな風に時代が流れようともえ自分のことは自分でやる自分の家族は自分で守るえそういったようなえ姿勢でえやっていくことがえ大事なんだと思いますなのでそのまあもし収入が足りないとかだったらえまあ僕も全然満足に頂い,いてるわけではないんですが。 えーまあ、収入を上げる、えー、努力をする、えー、もしくはその収入以外の面で問題があるんだったら、えー、そこを改善しようとする、えー、努力をするとか、ごめんなさい、なんかおじさんの説教みたいになっちゃって、本当に申し訳ないんですけれども、そういう姿勢って、まあ、えー、原因事務論というか、えー、そういうのってすごい大事なんじゃないかなと、ちょっとおもあんまり声を大にして言いにくいとことなんですけれども、そういうふうに。 思うところがありますあとですねなんというかすごい日本ってまだしまだ、えー、自由な国なんだなと正直思いました今回の総裁選とか見ててあのロシアとか中国とか、えー、まあ他の国でもそうなんですけどもまあ私が調べたところこうやって人々があーだこあだあれがいいこれがいい誰がいい、えー、誰が総理大臣がいい誰が総理大臣じゃダメだとか えー、こいつはだいいすよ。まあ冒頭で挙げたロシアとか中国とかだったら本当に監視社会なんでそんなことを書いたらちょっとまずいことになることもあるということを聞いたんでまあそういった議論がけんけんがくがクな議論ができたりとか、えー、もうどんな個人でも、えー、そういった声を上げられる国っていうのはまあすごい まあ平和だし自由だしえいいなと <laughs> ふとえ小市民の目線ですが <laughs> 思いますなんかねこれができない国っていうのがマジョリティなんですよね実はこういうふうにこう誰がえ一市民がこう意見を言うことができる国っていうのは本当に少ないでまあそれができる環境が整ってるだけでも まあ、自分の幸せは自分で,、えー、追求で追求するっていう環境って整ってると思うんで、まあ、そのような、えー、マインドでぜひ、えー、私も自身もそうなんで私自身もこれは言い聞かせていることなんですけれどもこの動画で言っていることなので、えーまあ、皆さん、えー、これからもなんかいろんな <laughs> 事態が、えー、起きるかもしれないですけれども、えー、あまり右往左往されずに、えーまあ、日本で生まれて たことだけです結構幸せなことだと、えー、私自身は思うんでこれからも、えー、頑張っていきましょう <laughs> こんな感想になっちゃって、えー、申し訳ありません、えー、ご視聴いただいてありがとうございます、えー、この動画が、えー、良いと思った方は、えー、高評価、えー、並びにチャンネル登録の方よろしくお願いいたしますそれでは